リティ吉です。昨日の動画なんですけど、間違って削除してしまったということで、まあ、実はですね、2、3、問い合わせがありまして、どういった動画だったのかということで、まあ、ちょっと簡単に説明したいと思います。ということでですね、こちらの方で、昨日、まあ、削除してしまったというところの広場に来ておるんですが、まあ、少年たちと戯れてサッカーをしていたりとかしていたわけなんですよね。まあ、楽しく、まあ、そういったところでエネルギーをもらったということです。今日はちょっと一人の青年がちょっとサッカーボール蹴ってますが、まあ高校生かな。はい、ということで、この広場で、まあちょっと少年たちと戯れて、まあ、ボールを蹴ったり遊んだりとかということをしていたわけです。はい、ということです。はい、続きましてですね、こちらは中川区にある安屋に来て、まあ、いろいろ100均とか行って、まあ、ちょっといろんなものを見て、まあ、帰ってたわけなんですけども、ここまでが、ざっくりと、昨日の動画となります。はい、ということで、ただいま時間は、もう昼前ぐらいですかね、11時31分ですね。昨日はちょっとそれをちょっと超えてたぐらいですかね、そんな感じで、昨日は、1日を過ごしておりました。あと動画と編集ですね。はい、ということです。ではまた、ゆっくりお世話でした。バイバーイ。